1月22日、速稼塾の久保でございます。まあ、相場はもうすぐ止まるんで、再開する月曜日を待たなくてはいけないんですけども、その前にですね、金曜日にエントリーした、あの数値がどうなっていったのかを追っていこうかと思います。それでは、日足の方から追いかけていきますので、こちらを切り替えてご覧ください。日足なんですけども、この1日の流れっていうのは、まあ、買い場の方に進んでいます。倍の方に。ただ、私たちは、1時間でエントリーしてますので、大きな流れは、確かに倍なんだけども、でも1時間の流れでは別の結論を出さなくてはならない時があります。ですのでセルで入りましょうということを金曜日申し上げました。確かに1日ではね、高値が切り上がっていて右肩上がりなんですよ。でも高値をつけた後って必ず下がるじゃないですか。で、今ここを取ってもいいですよっていうチャンスに見舞われてますんで、リスクレア度を計算してきちんとここを取っていくってことになります。途中ね、下髭とか上髭っていうのが出てまして、方向性が定まらなかったような気がしたんですけども、この3波ガラスでも言いますか、売りの3本線が出てますんでね、ここはちょっと捉えていきたいなと思いましたね。じゃあ4時間の方見ていきますね。4時間足でいきますと、ここからストーンと売りの方に入っていくところが見えていきます。どん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 売りの方に向かっていきますから、まあ、この流れを追っていくために、この赤い線を何本も引いていったわけですよね。最初は115円の430とか引きましたけども、もう細かいこと忘れてしまったでしょ。はい、で、結局今回はリスクリワード 3.1 でエントリーするときに、114円の235をロスカットラインと設けて、そして113円の600、こちらの方をテイクプロフィットラインと設けてエントリーしたわけですよね。こちらと、こちら。で、ゼロライン設定を設けながら、エントリーしたところから、ぐーっと待っていったわけなんですけども、当初ね、113円の590あたりを目星にしていたんですけども、正確に計算すると、113円の600ということになりました。で、1時間を見てみると、まんまとですね、すごくいいポイントで、ほら、もうギリギリカツカツのところでね、テイクプロフィットしてるんですよ。はい、ちょっと画像がね、一部最後の方切れちゃいましたけども、結局、113の590をテイクプロフィットラインというふうに、軽く設けて金曜日の動画を終わっていたんですけども、正確にリスクリワード 3.1 で測ると、私の場合はですね、113円の600で、テイクプロフィットを設けてた方がいいのかなと思いましたんで、そこに設定していたら、なんと絶妙にですね、そこで髭を出してグッと戻ってですね、以降、590には行かずに、600がやっぱりね、一番のポイントだったってことになります。多分ね、同じように、この切り板で設定した方が多かったんじゃないかなと思うんですよ。これはね、なかなかうまくいったなと思いましたね。まあ、本来はね、これもうちょっと早く、705あたりとか700あたりで、イグジットした方が良かったのかもしれませんね。そういう意味で言うと、ちょっとまあ、爪の甘さはありましたけども、運が良かったということかなと思います。まあ、皆さんもね、113円の590っていう数値を、まあ、おぼろげながらに、まあそんなに間違えてないでしょ。あのあたりをターゲットにすれば、まあ全員とは言わないですけどもね、590ピタッとやった人もいると思いますんで、その方はちょっとね、運がなかったということでございます。590を目指して600あたり、だから一歩前、半歩前で、イグジットするような形で、気持ち早くね、利確するようなことができていれば、その設定が、まあ正しかったんじゃないかなと思いますよね。まああくまでリスクリワード 3.1 なんで、113円の600に設けると、ロスカットラインがその分だけね、短くなりますから、ロスカットを早く触れてしまうリスクはあるわけなんですよ。そういう意味で言うと、リスクをどこまで取れるか、それは全体の資金量とか、もう経験とかになってきますね。まあ、今回のことも、資金量が、まあまあしっかりあれば、あとロットの調整が間違えてなければ、600でピタッと取れたんじゃないかなと思いますね。今回非常に気持ちのいい結果になりました。はい。前回の動画からずっとね、リスクリワード 3.1 ってことをしっかりとお伝えしながら、今回、値段の設定まで説明できたんじゃないかなと思いますね。わからないことがありましたら、またご質問いただければと思います。では来週また一緒に勉強していきましょう。失礼します。